さあ、英単語の授業がやってまいりました。本日577回目の今日の表現は Deep。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。駅という意味なんですね。ですからレールロードディーポーで鉄道の駅、初めて見ましたという方多いんじゃないかなという感じがいたします。まあでもなんとかですね、意味をつなげることはできそうですね。もちろんそのヒントは語源もしくはスペルでよろしいかと思います。で、皆さん、ディーポーと言われたら、皆さん、DE から始まっておりますので、皆さん、DE と言われたら、離れるというイメージでよろしかったかと思います。皆さん、聞き馴染みがあるのはですね、おそらく、皆さん、ディパーチャーだったらいけそうですよね。出発するということでよろしいかと思います。ですから皆さん、鉄道が出発するところ、まあ、それは駅だねと。いう感じで皆さん、イメージはしやすくなるかと思います。ですので、レールロードディーポー、このセットで押さえていただけると、頭に残りやすくなるかと思いますので、これで皆さん、おすすめはしております。そして、皆さん、離れるが出てきましたので、まあ、せっかくですから、ちょっと右側よろしくお願いいたします。deposit。皆さん、意味は、大丈夫ですね。預けるということでよろしかったかと思います。もちろん DE ですから、自分の手元からお金が離れていくんですね。そこから皆さん、預けるという感じで繋げるのは難しくないかと思います。ですから皆さん、 DE は離れるというところから皆さん、 Deposit 駅、そして Departure Deposit 一石三鳥ということで頑張ってください。ということで、明日以降もよろしくお願いします。